世界中の呪術廻戦ファンが荒れ狂い喪失感を味わった。ジャンプ最新号は見ましたでしょうか。人の心とかないんか。絶望展開が続くジャンプ漫画の中で、呪術廻戦に続くような鬱展開が目前に迫った。僕のヒーローアカデミア、今回はナンバー401ザ・ルナティックの解説と、ホークスがすがる最後の希望について考察していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。それでは行ってみよう。オールマイトの猛攻によって大ダメージを負ったオールフォーワンは、体を修復するたびに若返りが促進し、ついに少年の容姿にまで若返りが進行しました。体が突然光り出したから、発光する赤子と関係があるんじゃないかって噂されていたよね。光る赤子との関連性については、オールフォーワンのオリジン回で明かされる可能性が高いと思いますが、今回の最大のポイントはオールフォーワンの周到さです。まさかステイン対策までしていたなんて思わなかったよ。対象の血液を舐めることで全身を硬直させるステインの個性、凝結によって体の自由を奪われたオールフォーワンでしたが、あらかじめ自動発動するように準備しておいた射血の個性を使い、全身から血液を噴射します。射血の個性だった人、めちゃくちゃ不憫な人生だよ。凝結の対象になった血液を噴出することで硬直を免れたオールフォーワンでしたが、すかさず再度血を舐め自由を奪おうとするステイン。しかしさらなる個性、光源変態を発動したオールフォーワンには凝結の個性が通用せず、ステインは強烈な一撃を食らってしまいます。ちょっと待って、光源変態って意味がわからないよ。簡単に言うと、血液や体液の情報を自由に書き換える個性なのではないでしょうか。オールフォーワン曰く、痕跡を残さないのが長く君臨する秘訣と言っているので、血や体液、髪の毛などの個人が特定できる要素を書き換えることで、正体が特定されないようにできる個性なのだと思われます。通常、抗原とは生体に免疫応答を引き起こす物質と定義されており、ウイルスや細菌を指すことが多いのですが、凝結の個性そのものを抗原として排除するというよりかは、血の情報を書き換え、凝結の個性がうまく発動できないようにしたということだと思われます。もう何でもありだよ。ステインを退けたオールフォーワンは凝結の個性を奪おうとしますが、ステインは最後の力を振り絞り、手錠をかけるようなポーズをオールマイトに示すことで、何としても生き残れマイオールというメッセージを残し死亡しました。ステインって凶悪なヴィランって思われてるけど、最初から最後までオールマイトの味方だったんだね。平和の象徴としての自信を失い、打ちひしがれるオールマイトを立ち上がらせ、俺を捕まえに来いという遠回しの励ましで英雄に生きる希望を与えたステイン。俺が姿を現した意味がわかるだろ、というメンヘラステインのクソめんどくさいラブコールは、しっかりとオールマイトにも伝わっていたようで、初めての共闘にもかかわらず熟年夫婦のような意思疎通を見せていましたね。デクも一歩間違えたらステインみたいになっていたかもね。実は今回のサブタイトルもステインの熱い気持ちが込められていることに気づきましたでしょうか。今回のタイトルってザ・ルナティックだよね。全然意味がわからないけど、どういうこと。ルナティックを直訳すると狂気という意味を指します。これはもともとヨーロッパ圏の文化で、月が人を狂わせるという伝承が語源になっています。月を見て変身する狼男みたいな感じなのかな。ステインの狂気を表してルナティックとサブタイトルをつけたと思われますが、私はもう一つの重要な意味が隠されていると感じました。もう一つの意味ってどういうこと。それはあなたを愛していますという意味です。ちょっと意味がわからないよ。ルナティックは月を表す言葉です。日本では昔から月を愛の象徴として表現することが多く、明治時代の文豪夏目漱石は愛の告白の言葉として、月が綺麗ですねという表現を使っています。月が綺麗ですねがなんで愛の告白になるの。これは夏目漱石が英語の教師をしている時に生徒との間で交わされたエピソードが由来になっています。当時英語の授業で I love you という英語を生徒たちに訳させたところ、生徒はそなたを愛しく思うと訳しました。しかし夏目漱石はその訳では不十分だと生徒に問います。 I love you の意味ってあなたを愛していますだから、全然間違ってないよね。意味自体に間違いはないのですが、恥ずかしがり屋で口下手な日本人がそんな直接的な愛の告白はしないと考えた夏目漱石は、
日本人の国民性と文豪特有の表現力を合わせ、月が綺麗ですねと訳しておきなさいと生徒に教えたようです。 I love you の日本語訳が月が綺麗ですねって、恥ずかしがり屋な日本人っぽくてなんかロマンチックだね。二人きりで月夜を見上げる男女をイメージして、月が綺麗ですねと遠回しに告白する様子が思い浮かぶようなロマンチックな英語訳ですよね。目ががんぎまりして血をベロベロする狂人のステインだけど、オールマイトに素直に好きですって言えない様子が、月が綺麗ですねの言葉にぴったりかもしれないね。月が綺麗ですねという告白に対して OK の場合は、死んでもいいわと答えるのが粋だと定説になっているのですが、まだ死んでないと奮い立ち最後まで戦うことを選ぶオールマイトの構図がとてもノスタルジックで文学的な展開でした。399話で青山くんが活躍する回のサブタイトルが、宮沢賢治の詩集から引用した有機交流伝統だったから、このステインの月が綺麗ですねの下りも堀越先生の意図的なサブタイトルかもしれないね。最後の希望だったステインの凝結が破られ、エルクレスが AI の意思を超え生きてと希望を託し散っていく中、ついに限界を迎えたオールマイト。サポートアイテムも破壊され、下半身も潰されてしまった今、もう何もできることはないと諦めかけるも、お師匠の志村奈々が意識の中に現れ、まだ紡がれているぞ頑張れ年のりと激励を飛ばします。オールマイトは自分が作った幻覚って言ってるけど本当かな。私が私を励ます幻覚だとつぶやくオールマイトでしたが、以前にデクの中のオールマイト思念体とオールマイト本人がリンクする様子が描かれていたため、このお師匠は幻覚ではなく近くで戦うデクのワン・フォー・オールから現れた本物の志村奈々の意識である可能性が高いと思われます。ドロワーク圏内に死柄木弔がいるって報告があったけど、逆に言うとオール・フォー・ワンで意識がつながるくらいデクとオールマイトも近くにいるってことなんだよね。まだ紡がれているとデクも諦めずに戦っていることを察したオールマイトは再び意識を取り戻し、動かなくなった下半身を引きずりながらも来いやとオール・フォー・ワンに立ち向かいます。生徒たちのために最後まで諦めないオールマイトこそ教師の鏡だよ。でもさ、ここでオール・フォー・ワンが死柄木と合流したらデックも太刀打ちできないから罪なんだよね。死柄木と村の元へとたどり着いたオール・フォー・ワンと動くことすらままならない状態のオールマイト、残るヒーローは死柄木と村と戦うデク、タコバ競技場のセロハンタ、オジロマシラオ、佐藤力道を残すのみの絶望的状況です。相沢先生とプレゼントマイクは黒霧に拉致られて行方不明だし、もうどうしようもないよ。オールマイトの後ろで空飛ぶ UA 高校が墜落しているので、無傷のルミリオンが参戦する可能性もありますが、参戦できたとしても戦力にはならないでしょう。デクも変則の個性でぶっ倒れる寸前だし、どうすればいいんだよ。かなり絶望的状況ですが、いくつか残された伏線があるので考察していきましょう。どんな伏線があるのさ。セロハンタの意味深な沈黙や爆豪の復活など、近日中に描かれるであろう伏線の中で一番重要になってくるのは、ホークスが最後まで信じていた希望です。オール・フォー・ワン追撃戦でボロボロになった時に言ってたやつだね。もしかしてめちゃくちゃ強いヒーローがまだいるのかな。冷静に戦況を読めるホークスがこの絶望的状況でも信じれる希望とは一体何なのか。結論から言うと個性消失団ではないでしょうか。個性消失団ってオーバーホールが開発した個性を強制的になくす弾丸だよね。オール・フォー・ワンや死柄木と村の絶望的な戦力差を正確に測れるはずの冷静なホークスが最後まで信じる希望がまだ未登場のヒーローという可能性は低いです。確かにそんな強いヒーローがいたら最初から戦ってるよね。ホークスの今までの言動を振り返ると気になる点がいくつかあります。まず一つ目は塚内警部との会話です。ホークスって塚内警部とかなり通信しているよね。作戦本部にはオールマイトがいるにもかかわらず、ホークスは常に塚内警部と連携を取っていました。ギガントマキアが味方になった時もこうなることが分かっていたかのように塚内警部と話しているよね。さらにオール・フォー・ワン追撃戦に敗れ瀕死の重傷を負ったホークスは、士傑高校に UA からの避難シェルターが到着していないという獅子倉の報告を思い出しながら
まだ最後の希望は、とつぶやいています。 UA から止血への避難シェルターが到着すれば逆転できる何かがあるってことなのかな。そしてもう一つのポイントが、ミスターコンプレスと警察の取引です。留置所で下天とミスターが喋っていた時に、警察とヒーローと何を話していたって言ってたね。全面戦争後、消息不明だったミスターは一命を取り留めていたようですが、マキアや黒霧のように奪還作戦の対象にはならず、オールフォーワンから見捨てられています。そういえばヴィラン連合みんなミスターのこと忘れてる。ミスターコンプレスと止血高校、この2つが関係する最後の希望、それはシエ8歳改編が大きく関係しているのではないでしょうか。ミスターってシエ8歳改編にもちょろっと出てたよね。東の UA、 西の止血と世間では言われており、和歌山付近の軍画山荘跡地にて参戦していることから、止血高校は大阪近辺に位置していることが推測できます。止血高校ってファットガムの出身校だから大阪にあるっぽいよね。関西が舞台だったシエ8歳改編に登場した個性消失団が今後大きなポイントとなってくるのは間違いありません。シサキとデクが戦ってる時にミスターがエリちゃんを拉致しようとしていたり、捕まったチサキから個性消失弾を奪った時もミスターは一緒にいたから、その時に消失弾を手に入れていた可能性は高いよね。マジシャンとして高い実力を持つミスターは存在感を消すことでヒーローやヴィランのみならず読者からも注意をそらし、最後の最後で盛大なショータイムを披露するという神展開が待っているかもしれませんね。シエ8歳改編といったらエリちゃんが思いつくけど、エリちゃんがオールマイトを巻き戻して全盛期の力で戦うんじゃないかって噂が多かったよね。エリちゃんの巻き戻しはかなり強力な個性ですが、正直なところワン・フォー・オールを譲渡してしまったオールマイトを全盛期の肉体に戻したとしても、今のオール・フォー・ワンとシガラキト村には太刀打ちできないでしょう。かといってエリちゃんの巻き戻しの個性は無限に使える個性ではなく、角に巻き戻しの力を蓄える必要があるため、せいぜい一人分を巻き戻すことぐらいしかできないのではないでしょうか。モノマがコピーした時に力を蓄える系の個性だからスカだって言ってたね。ダビの自爆から逃げるためシェルターから脱出した止血への避難民ですが、ダビが倒されラブラバによって制御を取り戻した避難シェルターは今頃止血高校に無事たどり着いていると思われます。もしそこにエリちゃんがいたとしたらどんな展開になるのかな。最終決戦では過去のシリーズのヴィランたちがデクの元に集い活躍する展開が多く描かれています。黒デク編からはレディーナガン、文化祭編からはジェントルとラブラバが参戦しているのですが、未だシエ8歳改編からは誰も参戦していません。シサキはわざわざタルタロスから脱走しているから絶対再登場あるよね。シエ8歳改編で登場した個性消失団は全面戦争編でシガラキト村がエリちゃんの巻き戻しの個性オール・フォー・ワンが使用しています。ヒーローサイドの力がヴィランに使われちゃってるよね。そう考えると逆にシサキの分解再構築の個性であるオーバーホールやシサキの腹心であるクロノの時間を遅らせる個性クロノスタシス、個性を増強する薬品トリガーなどヴィランサイドが使った力をヒーローたちが使うという展開は十分あり得るのではないでしょうか。シエ8歳改編ってぶっ壊れ個性のオンパレードだったから、その力があればヒーローたちも逆転できるかもしれないよね。シエ8歳改編が最終章にどのように介入してくるかの考察については現在制作中ですので、ぜひチャンネル登録して待っていてくださいね。ということで今回はナンバー401ザ・ルナティックについて解説してきましたが、いかがだったでしょうか。あなたの感想や考察をコメント欄で教えてくれると嬉しいよ。それでは次回の動画でお会いしましょう。プルスウルトラ。